フルバックなかなかできないよという方もいらっしゃると思うのですが、いろんな練習方法があるので一緒に練習していきましょう。今日のレッスンはプルバックです。プルバックのステップは、最初スタンプから鳴らすものとボールから鳴らすものがあるのですが、最初はスタンプからのものを練習していきます。このスタンプとこのボールの着地の間に一つ音を鳴らします。プルバックは本当こう真上に飛ぶものなのですが、最初は難しいのでストロークを取って練習します。ポイントがいくつかありまして、一つ目はこうプレパレーションでスタンプを鳴らした時にしっかりスタンプの音が響くように鳴らします。最初にスタンプでしっかり体重を乗せます。その時にスタンプの音がしっかり鳴っていないと、もうその後がうまく鳴らなくなってしまうので、最初にしっかりスタンプの音が響くように練習します。スタンプの音はこう水たまりがありましたら、鳴らした時に四方八方に水たまりが飛ぶイメージですね。こう響かせるように鳴らします。スタンプの音が響く方がいいので、足だけでこうバンとやらずに体の重みで鳴らします。こういろいろ試してみましょう。この時にストロークを取るためにこう後ろに飛んで練習することがあるのですが、後ろに行くことをイメージしすぎてこうお尻がこう出ちゃう方がいるのですが、しっかり自然な状態からお尻をこう出さないで体重をしっかり足の裏に乗せます。例えばここだけピンと伸びてしまうと体がこれも連動しないので、しっかり自然な状態から均等に連動させてスタンプを鳴らします。体重を乗せるときに下ばかりにイメージするとこれも音が硬くなってしまうので、こう浮き輪ですね、浮き輪で支えがありつつ上下にベクトルが行くとちょうど良くなるので、この浮き輪の支えをありつつしっかり体重を乗せます。こう2個目の音を鳴らしましたら、しっかりボールで着地します。これもこうボールで飛んだ時と同じぐらいかかとが上がっているイメージですね。のところで後ろに下がるときも、そうしっかり着地で膝を柔らかく使います。連続で鳴らすときにこのボールが次のプルバックの一つ目の音になるので、この着地もしっかり膝を柔らかく使います。こう連続で鳴らすときのポイントは、このボールですね、ボールにしっかり体重を乗せるのが重要なので、このボールですね、ボールがここからここが小さい足だとイメージして、こっちの先からかかとですね、しっかり体重を乗せます。あと足の裏ですね、足の裏が硬いと2個目の音が鳴りにくいので、練習ステップですね、このスタンプからのバックブラッシュのステップですねの時にこの体の連
練習方法としては何パターンかありまして、このもし捕まるところがある場合はこのサイドの支えを使いまして、ここにバーがあるときはあまり離れたところからやると、こうプルバックをしたときに離れすぎてしまうので、ここにバーがありましたら少し前ですねからプルバックを練習します。2パターン目は片足ずつですね。ここから入れ替えるようにします。この時はこうすぐ走れるところですね。この時もお尻が出ると、こう一つ移動するときに無駄な動きができてしまうので、すぐ動けるところでプルバックをします。かかとの方に体重を乗せて前のボールを引っ掛けるようにして鳴らします。ボールからボールのプルバックも同じですね。着地でしっかり体重を乗せるときと同じように、このボールでついたときも、このボールが小さい足ですね、つま先からかかとイメージして、しっかりここに体重を乗せて鳴らします。はい、皆様お疲れ様でした。私も最初なかなかプルバックができなかったのですが、いろんな方法を試しているうちにできるようになったので、ゲームしているような感覚で楽しみながら練習していきましょう。もしこの動画を見て一緒に練習しようと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録も押していただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。